ですね、おかしなことを口走らないようにとね、注意を受けているわけですけども、そんなおかしいこと話してますかねって、どうなんだろう。はい、こんにちは。案内人の池田芳香です。今回お話しさせてもらうテーマはね、運気をアップさせる、人生の運気をアップさせる3つの条件ということなんですが、話の前提としてですね、なんでこのテーマなのかと言いますと、長く生きてるとね、思うんですけども、人生の浮き沈みっていうのはほんと激しいわけですよ。なんじゃこりゃというね、もう自分でなんとかやれることだったらいいんですけどね、これどうしようもならんだろうって、もうね、どうしようもないことってね、もう起きるわけですよ、人生の中でね。電話したらね、相手電話に出ない。ぎょっとして相手の店に駆けつけたらね、商品、家財道具、全部なくなっててですよ。もぬけの殻。夜逃げしてるわけですよ。ね、これ何の話かと言いますと、私の家の話なんですけども、うちが連帯保証したお金、貸したお金どうなるんだっていうね、これ私っていうか子供の頃実際体験した話なんですけども、私が小学生の頃ですよ、うちがの、うちのお父さん父親が行動がですね、他人の借金の連帯保証人になりましてね、家財産なくしてどん底になった時の、これどん底になっちゃった時の実話なんですが、今ついどん底になったって言っちゃいましたけどもね、本当のどん底っていうのはこれからまた先にあったわけなんですけども、うちの話は置いておきまして、皆さんね、取引先が倒産だとか、この不景気ばかりかね、コロナで客足がさらに遠のいちゃったとか、家族やね、自分が病気したとか、期待していた人間関係がうまくいかなくて、トラブってます。会社とか職場とかね、どっかグループでトラブってますとか、人生っていうのはね、トラブルがあるわけですよ。浮き沈みがね、激しいわけです。全然楽じゃない。長く生きてますよね。そういうことがだんだんね、若い時と違って、やっぱちょっと分かってくるようになるんですね。で、だったら、沈んだ時、落っこちた時、落ちた時ですね。そういう時に、バーンとね、浮き上がる方法、それを覚えとけばいいんじゃないの？というわけで、この話、人生の運気をアップさせる3つの条件、こういうテーマでお話しさせてもらうんですが、それでは早速、お話をさせてもらいます。早速ですけどね、3つ言いますよ。まずね、この3つです。まず1つ目、条件ですね、夢がある人、夢や目的がある人っていう意味ですね。これも後で説明させてもらいますけども、で、先に2つ目からお話しさせてもらいます。条件の2つ目ね、2つ目、運が味方する人。運が味方すると言ってもね、これもともと運があるっていう人と、後から運が良くなった人っていうのがありまして、これもちゃんと説明させていただきますけども、条件3つ目、バカ笑っちゃいましたけどね、バカってね、運気上がりやすいんですよね。運気が上がりやすい。バカは運気が上がりやすい。そういうところがあるんです。これもね、どういうことかね。それでは、説明いきますよ。はい。まずね、一つ目。夢がある人。夢がある人っていうのはね、運気が沈んでもすぐ、その夢が助けてくれるんですよ。夢とか、目標が逆にね、その人を引っ張り上げてくれる。そういうところがある。夢や目標がその人をね、引っ張り上げてくれるんです。ね。でね、次のね、
運が味方する人っていうのはね、まあさっきも言いましたけども、生まれつきもともとね、運がある人っていうのもいるんです。いるにはいるんです。例えば顔もスタイルもね、良くてね、運動神経も良くて、何不自由ない。例えば芸能人、スターって呼ばれる人たちいますよね。まあスターっていうと、こう、まあ皆さんこう頭の中でこう顔とかね、いろいろ浮かぶと思うんですけれども、そういうね、スターって呼ばれる人たちが、例えば麻薬、違法薬物に走っちゃったり、まあつい最近もそういう事件ちょっとありましたけどもね、酒に溺れちゃってね、事故を起こしちゃったり、あるいはね、精神的に病んでしまって、残念なことに、かわいそうなことに、自ら死を選んでしまう、そういうのはね、悲しいけどもね、運が味方しなくなった、もともと運があった人なのに運が味方しなくなった、それで運が味方しなくなってね、それで病んだり落ちぶれちゃったりするんですけども、同じ運が味方するという人でも、人生の後半、後から運が良くなったタイプの人の方がね、大体ね、これね、幸せになれるんだよね。本当、後から運が良くなる人の方が大体幸せになれますね。これね、一つ目の条件とも関係するんですけど、夢を追う人にも後から運が良くなったという人がね、多いんです。10代で結婚した人よりもね、晩婚の方が幸福度が何倍か高いっていうね、調査もあるんですけどもね、これはね、運にはそういう性質があるという話で、こう本人同士の相性が良いとか悪いとかそういうのは関係なくね、こう恋愛運とか運の場合にはね、そういうことがあるんですっていうね、そういう話なんです。そこは間違いないようにしてくださいね、これね。で、3つ目ね、さっき言いましたね、なんて言いました、私ね、バカ、いや、笑っちゃう、ちょっとねバカって気になりますよね、やっぱりね、バカね。夢がある人、運が味方する人ってね、なんとなくわかるじゃないですかね。バカってなんだよっていうね。でもまずね、そう思うんだけども、でもね、まずね、バカってね、神様に愛されやすいというね、特徴があるんですよね。普通逆だろ、賢い方が人生ってこう幸せになる確率で賢い方が高いんだろうって思われがちなんですけど、でもどうですかね、今時不幸度がね、不幸な感覚を持ってる人、不幸度が高い人たちって頭がいいとか学歴が高めだとか、結構賢い人たちにね、実は多いわけですよね。不幸度が高い、不幸感がある。金運を引き寄せるね、引き寄せの法則っていう動画も前出してるんですけども、その引き寄せの動画の中でも話してますけどもね、私は全然頭良い方じゃないのにって思った人はね、ここはね、逆に気をつけてくださいね、これね。そもそもね、こういう話にね、興味を持つ人は、そもそもですが、向上心、好奇心っていうのがね、人よりもあって、こう波のレベルよりね、ちょっとね、賢い、頭がいいわけですよ、あなたね。物事に慎重だったり、そのせいで運をキャッチするのにちょっと出遅れちゃったりね。頭がいいとね、結構ね、そういうね、人生、自分の人生のちょっとね、頭良すぎて、ちょっと考えすぎるところがあってね、後回しにしちゃう人がね、幸運をキャッチするの後回しにする人がね、結構ね、多いんですよ、これ。でね、バカですよ。バカって運を先取りするようなところがあるんです。運を先取りする。先行者利益。先行者利益って言いますけど、早い者勝ち。早い者勝ちで、利益を勝ち、取りに行く。勝ち取っていくのってね、どこかね、このバカな人の方がね、実は多いんですよ。
ね、だからね、人間ね、ちょっとバカになったぐらいの方がちょうどいいんです。ね、ちょうどいい。じゃあね、これ、じゃあどう具体的にどうすればいいのか、どうする、具体的にどうするのかと言いますと、まあ、ちょっと紹介しますと、これね、ちょっと古い本なんですが、生活の発見というね、ベストセラー、昔、大昔のベストセラーなんですけども、まあ、林五道というね、大学教授が書いた本で、ベストセラーになった本があったんですけど、こう林五道というから日本人だと思ってたら、実はね、林五道という中国人だったっていうね、笑い話があるんですけど、あんま面白くもねえな。うん、まあ、この林五道ってね、アメリカの名門のハーバード大学の言語学の、あそこのハーバード大学で言語学の研究しててね、で、まあ、これ、ね、まあ、生活の発見という本をね、このアメリカで、この本を当時、アメリカで出して大ベストセラーになってるんですね。で、翌年に日本でも翻訳されてるんですけど、この本が売れたのがですね、まあ、理由な、内容なんですが、一言で言うと、なんて書いてあったかっていうと、これね、うん、大丈夫かな、これね。まあ、中国人はバカだって書いてあるからなんですよね。まあ、そう書いてあるんですよ、本当ね。で、まあ、実際の中国人が書いてるからね、角が立たないわけで、まあ、ハーバード大学を出たっていうね、中国人の大学教授が書いてるわけなんで、まあ、その人がね、林五道が中国人はバカだって書いてあるんですよ。ね。で、どういうバカな話が書いてあるかっていうと、まあ、こういうことなんです。まあ、例えばですね、この林五道はこのアメリカに住んでましたんで、このアメリカとの、この中国との比較をやってるんですけどね、その本の中で、生活の発見という本の中でね、でね、アメリカのこの出版で雑誌を出す。アメリカ人の編集者っていうのはね、自分の編集する新聞雑誌に誤植がないように、まあ、誤字誤植ですね。で、まあ、本当に骨身を削って苦労するんだと。ところが、中国人の編集者はもっと賢い。まあまあ、この本の中ではね、もっと賢いって書いてるんですよ。どう賢いかっていうと、読者が誤字誤植を発見して喜ぶのに任せておくって意味わかります？中国の雑誌は、まあ言ったらね、誤字誤植だらけだって書いてあるわけですよ。それをね、まあこういうふうに言い換えてるわけですよ。読者が喜ぶってね。でね。で、もうちょっとこう深く書いて、深掘りして書いてあって、で、こうと、中国の新聞とか雑誌は、この連載物を掲載するんだけども、新聞や雑誌には連載物、こう小説とかね、連載されてるじゃないですか、エッセイとかね。でね、中国だと途中でそれ忘れちゃうんだって。で、途中で載せるの忘れちゃったりするんだって。でね、アメリカだとね、そんなことをすると編集者はまあ大変なことになりますよね。でも中国だとそんなこと大したことじゃないんだと。理由は簡単だって書いてあるんですよ。中国では大したことはない。理由は簡単だ。なぜなら。要するに、そんなことは大したことじゃないからだ。これがね、この本がね、大ベストセラーになったね、理由なんですけれども、でね、まあ、もう一個エピソード言っておきますと、例えば、中国人が山の両側からトンネルを掘り始めました。ね。すると、こうね、双方とも、トンネルって真ん中でこう出会うんじゃなくて、両側に2本トンネルができてしまうと。ね。本当はこう真ん中で出会うはずだったのに、全然出会わなくて、まあ、いい加減に作っちゃうもんだから、トンネルが2本できちゃいましたって。アメリカ人だったら、まあ、そんな風になったら、大いに慌てるだろうって。ところが、中国人は、そんな、計算高いことをしないので、まあ、両側から、コースが途中で食い違ったとしても、まあ、大したことじゃない。で、まあ、一つのトンネルのつもりだったけども、二つになったから、儲けたんじゃないかっていうね。まあ、それでいいんじゃないかってね。まあ、そういう、まあ、まあ、バカみたいなことを書いてあるんですけれども、まあ、これね、アメリカ人との比較で書いてあるんですけども、日本人だったらね、これやったらね、本当ね、自殺者出るぐらいの話だと思いますよ。トンネル、ね、
1本作るつもりが全然真ん中で行き当たらなくて両端に2本できちゃったなんだったらね、江戸時代だったらもう切腹もんですよ。もうその工事を請け負ってる、まあ、の大名家だったらお家取り潰しになるぐらいの話ですよ。ね、まあアメリカでも You are fired っつってお前はクビだなんですけど、お前はクビだってね。でもね、まあこの本の中のこの本の主張によると、まあ要するに大したことじゃない。ものの見方を変えよ。変えなさい。ものの見方を変えなさい。つまりですね、バカっていうのはね、このね、切羽詰まった時、要するに大したことじゃない。ものの見方を変えてみろ。まあ、そういうふうにすればね、運気が変わるという話なんですね。でね、これ私これ高校生の頃に読んだんですけども、まあ、これ実際に本出たのはね、80年前の昭和13年なんですね。私はこれ古本屋で10円で買った復刻版読んだんですけど、まあ、でまあ私はね、この要するに大したことじゃない、切羽詰まった時は物の見方を変えてみろっていうね、これこう高校の時からね、実は今までずっとね、座右の銘にしてきたわけですよ。まあおかげでね、こうやってね、立派にね、奇人変人って言われるようになってしまったわけなんですけども、まあ、あなたはもっとうまくやれると思います。ですからね、どうぞね、夢ですよ。夢。夢を追ってください。夢がある人はね、運気が沈んでも、運が味方する人になれます。そしてね、バカっていうのはね、この最初のこの夢を持つこと、夢を持ち続けることと共通しているところがあるわけですよ。あの人は夢みたいなことばかり言ってるとかね、周りに言われるのはね、それね、褒め言葉なんですよ。まあ、だって本気で夢みたいなことを言ってれば、引き寄せの法則でもね、言いましたけども、運が引き寄せられるし、夢を追っているバカっていうのはね、神様に愛されるんです。守護霊ご先祖様にも守ってもらわれるんですよ。これ本当です。ね。いかがだったでしょうか、この話。人生の運気をアップさせる3つの条件。夢がある人。運が味方する人。まあ、この運が味方する人っていうのはね、後から運が良くなった人っていう意味ですけどね。で、3つ目。バカ。バカは運気が上がりやすい。ちょっとバカになってみましょうって話ですね。いかがだったでしょうか？あなたが楽しく幸せに生きられるちょっとしたヒントになれば本当に幸いです。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。案内人、池田芳香でした。